ではここからは、マシンの操作を説明していきたいと思います。はい、基本的にはこの画面がスタンダードになっていて、はい、ジャパンモードに移し替えをしますので、はい、長押しをしてって選択もあるんですけども、ショートカットをやると、はい、チェンジボタンを押しながら PHP3 を同時に押します。はい、この画面に切り替わります。はい、で、ジャパンモードですので、はい、P2 を押して選択します。しますとこの画面になるので、いろんなモードがあるんですけども、試合のモードに直していきます。はい、リリース3レグメドレーのラウンドロビンのモードにこのボタンで合わせていって決定をします。これはどこのボタンでも大丈夫です。はい、で押すとこの画面になるので、コークをスタートさせなければならないので、盤面を押してコイントスが始まって、どっちが先に投げるのかという画面に切り替わっていきます。このコイント数はどこを押しても大丈夫？基本的には大丈夫です。はい、自分は癖でここに押してしまうんですけども、基本的には盤面を押して、この画面にしていきます。はい、この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。まず審判が揃ってきて、その後選手が来る流れが基本なんですけれども、はい、両選手が揃った段階でお願いしますみたいな会話があった後に、ツースローお願いしますから進んでいきます。はいはい、そのツースローをこちらが促す感じですか？基本的にはこちらから言うような流れです。あ、なるほど。はい、で村松選手と鈴木選手が今来ましたので、それではツースローお願いします。はい、この段階で書いてもらっても大丈夫です。はい、ここもフルネームです。で、ID は5001-0012で書いちゃって大丈夫です。で、2スローが終わったので、はい、台の操作をしていきます。はいはい、で、P2 を押してもらって下の方にですね、それですね、はい、はい、を決定します。で、この画面だったら思いっきり押し込んでもらって、で、この時に、名前が出た時に、こちらお願いしますって言ってあげると、投げやすくなります。はい、で、このままスローラインよりも奥に下がります。はい、はい、で、両選手が投げたので、刺さった場所を確認しに行きます。はい、基本的にこのセンタービットからの、距離なんですけれども、今距離が近いのは村松選手が投げたダースですので、村松選手コークファーストですと伝えます。はい、村松さんファーストです。先行で、はい、で先行ですねって確認をした後に両選手にダーツを抜いてもらいます。はい、で村松選手は、P3 側なので P3 を押して試合開始になります。はい、よろしくお願いします。お願いします。で、ゲームが始まっていくんですけども、この段階で名前を書きます。3本刺さった段階で残った筋を書いていきます。
基本的には今の流れのように書いたら盤面と選手を確認するような流れ、今の時間流れで非常にいいと思います。鈴木選手が2本目で上がったので丸みを変えて、で選手が次進んでいいかなっていうのでこちらでコンタクトを取ってくるので手のひらで合わせます。はい、もしこの画面で覚えるようになったら書いちゃった方がすごいスムーズ、後がスムーズになるので、あ、はい、私はこの画面で書きます。なるほど、 ここの下、これ、はい、ここの下、そうですね、はい、私もこの4桁の数字を横並びで覚えて、328-3579と覚えてやってます。あ、逆ですね。鈴木選手が3579なので、はい。で、はい。で、村松選手が328で。審判の OK もらったら押します。そう必要ないと思ってる。はい。規約もないし、本当はこのボタンを押すのが審判だから。だからそれ合計投数が村松選手が15、スムーズな進行のために選手がやりましょう、ここを書いて、で鈴木選手が12-2で14です。それをこちらにも書きます。で、暫定数が鈴木選手が0で、コンタクトを出します。はい、その点数が変動してないのでそのままスライドして書きます。
ここで注意しなければならないのは、1のトリプルに入った後に1本閉まっているので、3本ですね、はい、3本で残っているんです。あ、今の数字ですね。今のイレギュラーがあった場合に不安な時は左上にマーク数が出ますので、それを次のラウンドで確認するとより確実です。5本上がりで、5本で上がってますので、まず5を書いてもらって、3本目で上がってますので、丸3を書いてもらって、で、209ですね。そうそう、タイムアウトとちょっと次、あのチップ、チップ折れたので、下に書く部分があるので、はい、18の18ですね。これはグラマス選手が勝っているので、丸の×で、基本的には、まあ、これを覚えて書くパターンもあるし、あとで書く場合もあるんですけど、今は書いてしまいましょう、はい、で3レグで、1対1で終わってますので、また機械の操作をしていきます、はい。チェンジボタンを押してこの画面になるんですけども、はい、もう一回コークをしなければならないので、はい、盤面を強く押さえてコークの画面にしてみてください。で村松選手のコークから、はい、お願いします、はい。で、コークを確認しに行きます。で今回、鈴木選手のコークが、真ん中寄りなので、鈴木選手にコークファーストです。でファーストです。で先行です。先行、はい、お願いします。お願いします。でこのタイミングでまた名前を書きます。Wow.
ゼロワンなので、丸三が書いて、本数を書いていきます。12ですね。で、勝敗の丸×と、スタッツですね。はい、で書き終わって。本数も書いていてアウトカウント等はないのでスコアを書きます、はい、でスコアができたので選手に確認のサインをもらいます、はい、ちょっと貼っちゃってるので今回はそのままで確認していただいて間違ってなければサインお願いしますというふうに確認していただいて問題がなければサインお願いします、はい確認していただいたので、同選手のサインが来たので、担当した自分の審判で、はい、こちらもサインをします、はい、ありがとうございましたありがとうございました終わって、このスコアシートを持っていきますコントロールに持っていきます、はいはい、結構緊張しますねテンポがあるから、はいもうこればっかりは慣れで多分私とかもこう審判席こう着いたらまず来る前とかでもまず書いてあってで選手来たら揃った時点でここから2スローお願いしますっていう感じで言ってます、はいはい、でその2スローをやってる時にここ全部埋めちゃってで2スローの目の高校の人が投げ終わったらもう立ち上がってっていう感じで、はい流れ的にはそういう感じでいきます、はい、もし仮にここが書けなかったとしても最後のバーで出たところ最後に書くとこなんで別に書けなくてもいいんだけども、はいはい、基本的に、まあ、私は書ける時のタイミングで書きたいタイプなので例えば、1レグ目とか終わった後の2つだけ書く丸で押してもらう2段目に区域入ってもらうその時に後の残りを計算してはい、を見ながらここを書いちゃいますその位置でこうこれはもう完全に2つはもう試合終わるまで書かないで最後この画面で全部そうですね今のように、はい、今の画面で表示された時に書くパターンと、はいまあ、自分なんかも結構不安があるんでそういう時は、その勝敗の丸バツだけ書いて、うん、最後に、スタッツを見るスタッツリコールっていうのがあるんですけども、はい、それを出してそこで確認して書く方法があります、はい、あとここの場面でもう消えちゃったっていう時は押してもらえたら出てくるっていうのを教えてあげてはいスタッツリコールを出す時は、はい、この画面になってるかなあごめんなさいあこれですねこのオフィシャルのモードにしてもらってからだいたいブルのインブルを押すんですけど、はい、押してもらうとこの画面に出てくるんです、ね、これがスタッツリコールっていうもので、はいはい、これで、黄色のボタンどこでも大丈夫なので押してもらうと先ほどの試合の結果が出てきます、はいはい、でだいたいこの画面になってスタッツを書くのが流れになってきます、はい、これだと全ての試合レグの結果が出てくるのでこれを見てスタッツを書くようにいつもはしています、はい、
でもっと詳しく見たいときはこの次のボタンを押してもらうと各レグごとの詳細も出てくるので、はい、万が一書き損じてしまったときとかなんかはスコアもこういうふうに出ますし、あとはどん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 トーナメント上の方になっていくとアワードも書く欄にはなってくるんですけど、その時はこのスタッツリコールの詳細を出さないとアワードなんかも出てこないので、ここで確認をしています。はい、はい、これが、スタッツリコールの出し方です。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、ということで書き方から、はい、設定とか、はい、トラブルがあった時の対応などいろいろありがとうございました。はい、ありがとうございました。とてもスムーズにできていてすごい良かったと思います。ありがとうございます。まあ、でも投げてもらって書く練習とかもまあ必要かなと思うんですけど、はい、やっぱいろんな選手のことを見なきゃいけないしとかで、はい、結構気にする点が多くて、最初はちょっと大変だなというイメージでした。はいはい、実は試合が始まる前に審判講習会というのが設けてありまして、そこで書き方であったり、はい、マシンの操作であったりというのが実際に確認できますので、試合当日に事前に練習してきても、不安だなと思うときはぜひその講習会に出ていただいて不安を取っていただいてから審判に臨んでいただければと思います。はい、ちなみにその試合の朝行われている、はい、講習はだいたいどのぐらい、何時ぐらいから？だいたい9時半からコントロールの前でやることが多いです。はい、なるほど。じゃあ私は来月っていうか開幕戦から賛成なんですけど、不安の時はじゃあ講習会に出れるということですね。はい、ご活用ください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。今の審判のやり方は2024年3月現在での規約に基づいて行っております。これ以降改定がある場合は多少の誤差がありますので、その点につきましてはご了承ください。ジャパンアンパイでは選手の試合をスムーズにサポートするための補佐役としてボランティアとして活動しております。この動画を見て興味を持っていただいた方、ぜひアンパイアとして活動してみませんか。お待ちしております。以上、ミクルーム審判講習でした。ありがとうございました。ありがとうございました。